皆さん、こんにちは。ロート G の時戸でございます。本日は2022年にプレイしたストリートファイター5以外のゲームを振り返っていきたいと思います。だいたい僕がね、ゲームやるとなると、Steam で今ね、パソコンでやるゲームがほとんどなのですが、こちら Steam の画面には最近プレイしたゲームという、表示がありまして、で、年度でね、振り返ることもできますので、そちらから見ていきたいと思います。まず一つ目は、アモンガス。こちらはね、去年、一昨年ぐらいからひょっとしたらやってるかもしれませんが、格ゲー勢のみんなと楽しく遊んでいたタイトルであります。で、こちら人狼ゲームよりも、より気軽にテキパキとね、できるのが売りなんじゃないかなと思います。今でもね、ものすごい、人気のゲームだと思いますので、野良でやるよりも、ぜひね、皆さん仲間内で、10人集めるの大変かもしれないですけど、集まってやるのがいいんじゃないかなと思うゲームでございます。で、プレイ時間は、143.3 時間と出てますね。このゲームは去年かなりやって、今年はね、そんなにちょっとできなかったな。そういうゲームで、ございます。そして、次が、アウターワイルズというゲームです。どういったゲームかと言いますと、主人公はとある星に生まれた人型の形の、知的生命体で、宇宙飛行士となって、他の星に探索をしに行って、宇宙の謎を解き明かすというゲームでございます。ちょっと詳しい説明になってしまうんですが、その宇宙を、探索する過程で、タイムループに入ってしまうようで、太陽が爆発して、またその爆発の22分前に戻るとか、戻って、でも記憶はそのままに、どんどん宇宙の、謎について解き明かすというゲームなのですが、これもね、僕は、去年、皆様のおすすめで、確かこのゲームやらせてもらったんですが、ものすごくよくできてる。で、それは去年、やったんですけど、去年の年末に、これの DLC が出たんですよ。去年の段階で、もうすごいね、まとまってたんですよ。なので、DLC で、どういうボーナス要素があるのかなと思って DLC、購入してやってみたんですけど、全然もうボーナス要素とかじゃないです。むしろ、もう完全に、2みたいな感じで、アウターワイルドをまた楽しむことができたんで、ぜひとも、皆さんね、このゲーム本当に名作だと思うんで、感動します。で、こちらは、プレイ時間。85.2 時間。かなり手こずりましたからね、このゲーム。途中で、なかなか先に進めないとか、そういうことも出てきたんですが、なんとか、無事ね、攻略サイト見ることなくクリアすることができました。そして、お次は、KOF15。こちらも今年出ましたね。代表的な SNK さんの、タイトル、格闘ゲームのタイトル、キングオブファイターズが今年15、15作目を迎えることとなります。僕の方はね、カジュアルにプレイしたというのと、あとは曲を、キングオブファイターズシリーズはね、本当に曲が素晴らしいんです。キングオブファイターズシリーズの楽曲がこの1個買うだけで、全部とまではいかないのかな。もうかなりの名曲がこの作品中に収められているので、そういった曲が好きな人もね、ぜひこの作品は、おすすめとなるんじゃないかなと思います。プレイ時間は 28.7 時間。そして、逆転裁判 1&2、2の続きをやっていたようです。こちらはね、牛歩で進めておりますが、逆転裁判1は、終わらせまして、2の中編ぐらいでおそらく止まって積んでいるゲームになっているのかなと思います。逆転裁判シリーズの、なるほど龍一のご先祖様が活躍する大逆転裁判シリーズとなっております。僕も終わらせてないんで、何とも言えないんですけど、名作だと聞いてありますので、皆様、ぜひぜひ
やってみてください。このゲームはなんだかんだ言って、76時間やっております。で、まあ、ボリュームとしては12分申し分ないですし、やっててすごい、面白いタイトルです。ただ配信でやるとフルボイスで、楽しむにはちょっとね、しんどいかなっていうこっちの都合なんですけど、そういうところでちょっと積んじゃってるかな。そんな感じでございます。続きまして、まあ今年こうか、これも今年か、一世を風靡しましたね、ヴァンパイアサバイバーズ。このゲームもまあ流行りましたね。今でも、楽しんでる方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ヴァンパイアサバイバーというゲームはですね、主人公となるキャラをまず選びまして、主人公は移動するだけで、まあ、勝手に周りを攻撃するっていうシステムになってるんですけど、それで、敵を倒しながら、レベルを上げて武器を鍛えて、30分間、そのステージで粘るという、まあ、シンプルかつ単純なゲームでございます。ものすごくヒットしましたね。僕も非常に楽しませていただきましたし、またちょっとねやりたいなと思ってます。プレイ時間は 114.4 時間。続きましては7月にプレイしたこのタイトル、ペーパーズプリーズ。まあ、このゲームどういったゲームかと言いますと、まずね、主人公はとある国の入国審査をする人で、その国というのがですね、まさに、本日他国からの入国者を、受け入れを始めた国で、もうね、とにかくね、それまで鎖国してたってこともあって、とんでもない人たちがね、たくさん来るわけです。時には爆弾投げられたりだとか、まあ、変な人もね、来て、その人は、ダメですよとか言ったりとか、でも、ちゃんとした人を受け入れないと、それはそれで国に怒られてしまうというですね。まあ、難しいゲームでしたね、なかなか。ただ僕ね、ちょっと英語版で、以前にもこのゲーム日本語版でやったことあったんですが、僕は英語版でチャレンジしたこともあって、なおさら、難しく感じました。でもね、なんか慣れていくと、どんどんね、スムーズに審査がいったりだとか、またグッドエンドも見るとちょっとほっこりしたりするかな、それまでの。ちょっとディストピア感のある設定だったんで。で、このゲームは、今年やったのは 18.3 時間。これ、まあ、去年やったのも含まれてんのかな？Android とか iPhone、iOS でもできるようになったって最近、ニュースで見たので、そちらで、まあ、気軽にできるゲームなので、やってみてはいかがでしょうか。名作です。そして、7月にやったのは、マインドスキャナー。こちらはですね、どんなゲームかと言いますと、こちらも、ディストピア感あふれる国の、精神科医の人が主人公。で、まあ、国に命じられて、おかしな行動をしている人たちが増えてきたから、その人たちを診察して、まあ、治してくださいと、国のために。そういったことを命じられて、どんどん治していくと。で、まあ、その国に言われた通り、人の個性を失わせてでも治療するか、もしくは、まあ、その国のシステムおかしいんじゃないのっていう、まあ、反乱者、リベリオンの方々もいらっしゃって、その人たちは個性は残しつつ、なんとか直してくださいね。ちょっと難しいけど、ゲームの仕組み的に。っていうので、まあ、どっちにつくかっていうのも迫られるような、まあ、マルチエンディングなゲームですね。まあ、変なゲームで、日本語版もないゲームでしたけど、かなり、面白かったです。やったのは、63.5 時間。まあ、かなり正直に言うと人を選ぶと思いますんで、興味があったら、Steam でぜひお願いします。マインドスキャナーズ。そして、8月には、ストレンジ・ホーティカルチャー。こちらも、まあ、似たようなゲームだったかな。こちらは日本語版も出ております。主人公はおじさんから奇妙な植物店を受け継いで、まあ、顧客とのそのやり取りをしたりしてる
ていくという、ゲームシステムなんですが、まあ、わけのわからん植物がたくさん出てきまして、図鑑に載ってるどれがどれなのかみたいなのを答え合わせしていくと。で、それと同時に、まあ、それを進めていく過程でストーリーがどんどん進んできまして、いろんな集団とどこと仲良くなっていくのかとか、で、どのエンディングにたどり着くのかという、まあ、そういうシステムでございましたね。まあ、こちらも、割と人を選ぶと思います。まあ、このね、でも一発目、この植物をどんどん、当てていく、当たった時の、してやったり感はものすごくあるゲームでしたね。プレイ時間は 22.4 時間。僕エンディング1個見ました。続きまして、このゲームは今でもたまにやります。サバイバルクイズシティ。で、こちらはですね、まあ、周りでやってる人が結構いた。配信で、ハイタリとかね、51とかがやってるのを見て、これは面白そうなゲームだなと思いまして、僕も始めました。で、どういうゲームかと言いますと、まず、なんだろう、フォールガイズ。それと、クイズと、FPS の要素。まあ、いいとこ取りですね。まあ、いろんな楽しみ方ができるゲームでございます。で、確かね、まだ、ダウンロードフリーで、人が、建てたサーバーに入る分には、ただでそのままプレイできると。ただ、ランクマッチとかはできないっていうね、仕様となってると思いますので、気軽に、皆さんただでできるので、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。僕のプレイ時間は 72.2 時間でございます。そしてこちらが最後のゲームになるのかな。ザ・ケース・オブ・ザ・ゴールデン・アイドル。で、こちらのゲームはどういうゲームかと言いますと、まあ、推理物ですね。この、一枚絵で描かれている世界は、今どういう事件が起こっているのかっていうのを、推理していく。ゲームになってます。日本語ありません。英語のみです。で、このゲームは、まあ、英語だけっていうこともあって、ハードルが高いと思います。僕もかなり四苦八苦しながら、プレイしました。でも、なんとかね、最後までたどり着けて、まあ、道中、ピタリと当たった時の快感は、やはり推理ゲーならではだなというものはありましたんで、まあ、楽しくプレイすることができました。プレイ時間は 18.3 時間でございます。スマホゲーとか、あとちょっとだけやったっていうゲームで言えば、白猫ゴルフとかもやったけどな。今積んじゃってるけど。あれちょっと トーナメントに参加するぐらいは、やりたいと思ってるんで、まあちょっと今後もやっていきたいなと思ってます。あとスマホゲーで言えば、僕ね、格闘ゲーム以外にスマホで、ポチポチやるゲームも、だいたい1タイトルはやってるんですが、昔はファイアーエンブレムヒーローズを長い間やってたんですが、最近は、エボニー、王の帰還という、ツイッターでよく、広告流れてたゲームを、やっております。まあ、あれは、ね、ツイッターで流れてるようなピンを引き抜くゲームではなくて、実際にはお城を育てていくゲームっていう、ゲームで、まあ、その中で対人要素もありみたいな。まあ、僕はね、対人要素は全然詰めれてないんですけど、まあ、楽しくお城の整備をね、毎日見回ってしている感じでございます。まあ、結構ね、いろいろやってる2020年度でしたが、その中で、ベストタイトルを決めたいと思います。時戸さん的なベストタイトルはアウターワイルズでございます。正確にはアウターワイルズ DLC のエコーズオブザアイ、こちらの、タイトル、僕の2020年ベストタイトルに挙げさせていただきたいなと思います。こちらね、アウターワイルズの説明でもしたんですが、もうね、すごいね、いい終わり方をしたの。アウターワイルズの本編で。で、そこに DLC が出てきて、どうなるんだろうなという僕の不安を、もう完璧に超えたね。なんなら前編であるアウターワイルズのエンディング、これも感動したけど、もう超えた。DLC で。
伏線とかもね全部回収してるし、まあ、とにかく感動しましたね、あのエンディングを迎えた時には。これねやってる人にしかちょっと分かんないと思うんで、ぜひともちょっとね1タイトルちゃんとクリアするの長くかかっちゃうと思います。50時間以上は絶対かかると思いますが、まあちょっと時間のあるタイミングで皆様あのやっていただくと感動のラスト味わえますので、おすすめでございます。スイッチでもできるからね今。さて、本日はこんなところでございます。 Twitch の方の個人配信ではですね、ストリートファイター5以外のゲームもやることも多いので、よかったらまたこちらに、遊びに来てください。またおすすめのゲーム等あれば、コメントの方で教えていただけると幸いでございます。まあ、僕はねミステリーものだとか謎解きものが大好きですので、まあ、そういった趣向もあればなおよし、なくてもぜひともおすすめだというゲームがあればぜひともよろしくお願いいたします。それではまた。